シロアムミニテレビ。はい、始まりました。第1回シロアムミニテレビね。うん、始まりましたね。YouTube でね、こう今回こういう形で配信していこうということがね、なんでかっていうとですね、もうね YouTube に貼るネタが切れちゃったっていうのがまだ一つあっていろいろになんかインプレッションとかいっぱい出してる、ね、そうそうそうなんだよ。だからもうインプレッションをやる楽器がなくなっちゃったから金ないし買えないからね、うん、だからそういう理由でじゃあバンドでこういう番組でも作ろうかなと。でそれはもう生テレビっていうのを大体1時間半ぐらいの放送をね、それは生放送で ね、それも、うん、やってんだけど、まあ YouTube だったら携帯でも見れる可能性があるということで、うん、じゃあそのミニチュア版をやっちまおうかということになりました、うん、はい、でバンドシロアムとして、まあちょっとやっていこうかなと思ってます。ところでさ、うん、み髪の毛切ったの気づいた？え、全然気づかない。そうか、俺も気づいたよ。、うん、なんかそこら辺の小学校の男の子みたいになったなって。で髪型といえばやっぱりファッションかな。ファッションだね、うん、シロアムのファッションといえば、うん、あれだよ、今日の特集はその、うん、シロアムのファッションということで、はい、重要なファクターを占めていますね。このサングラスね、これ ねこのなんでこのフルッチリサングラス、ね、わざわざ柄を悪くするんですよね。柄悪いわけじゃないんだけどね、もともと悪いって言われて、いやそんなことない。これはものすごい品がいいよ。そういう部分なんだけど、うんうん、なんでさ、うん、このサングラスじゃないとダメなの？あ、これには理由は？理由があるんですよ、うん、ちょっとねアップしてもらおうかな、うんうん、このサングラス演奏してる時はちょっと下向きになるもんですから、うん、こうねいいんだけど、うん、で実はギター弾く時にはこうちょっと下向きになってるから、うん、下の方はねこうやって透けて見えてると。そう、ね、だからね指板が見えるし、そうで弾いてる時はちょっと下向き加減だから、目が泳いでたりぼやっとした目が見えなくなると。なるほどね、うん、でもさ本当のさ、うん、サングラスをかけてる理由ってそれじゃないよね。うん、それはだって村上がボケーっとした顔して弾いてるのはバレないんですよ、うん、そうそうそう、うん、でもさ、俺だけ？え？そうじゃない？寝てんじゃないの？寝てるとき。そうか。写真とか見ると結構寝てるぜ。寝てねえよ。ギター弾いてるとき寝てるわけねえだろ。ちゃんと真剣に弾いてるぞ、こうやって。寝てますけどね。あ、そうか。どうも、寝てますけど。ギター弾いちゃうとこう、目つぶっちゃう癖があって、こう。ちょっとこれもね、あいつ、ワンステージずっと寝てたぜって結構ステージの写真とか昔のとか見るとみんな目みんな寝てたよね。これはまずいってね、いや起きてますっていうね。サングラス必要です。はい、そんな理由で。それでまあモダンレトロっていうね、部分があるんで、このフルッチね、うん、わざわざ1950年代から60年代の頭のタイプ、ね、うん、ブルースサングラスね、ね、うん、なるほど、そうをかけております。はい、そんなわけでね、じゃあライブのビデオでも見てもらおうかな。そうだ ね、そのライブで、ゲストドラマで叩いたのね。あ、叩いたんじゃなくて叩いてもらったビデオに合わせてライブやったのね。野上君が叩いてくれたビデオに合わせて演奏しましたというライブでございます。9月19日に行ったライブですけども、その中からおじいちゃんの夢です、聞いていただきましょう、はい、それではどうぞおじいちゃんから聞いたおとぎの話、人に話したけれど馬鹿にされたりいじめられ信じなくなった。おとぎ話が信じられない世界真珠扉開き
配信をしましたので、シロアム生テレビの方の配信は今月はお休みさせていただきたいと思います。シロアム生テレビの方の配信も次回は11月21日のライブが終わってからになると思いますので、ご注意ください。それではまた次回のシロアムミニテレビでお会いしましょう。Bye.